それでは振り替えという技をお見せします。披露しますのは田子守隆史と榊原隆情報大鷹です。これは鷹城と鷹城が向かい合ってお互いの拳に鷹を呼ぶという訓練です。一見すると単純な技に見えますが、非常に大切な訓練の一つとされています。大鷹は末前と呼ばれる調教の担当者に一番なりやすく、他人の顔をよく見分けることができます。この傾向が強くなりますと、人見知りのようになり、他人に据えられるのを嫌がるようになってしまいます。そうなると初めてお会いする殿様に据えていただいて狩りをすることができませんので、他の人の拳でも安全だということを教えるために、このような訓練を行います。うまくいきました。もう一度高しより、榊原高城の方へと鷹を飛ばします。もう少し緊張しているようです。以上で振り替えを終わります。ありがとうございました。次に渡りという技を行います。披露しますのは榊原隆情報大鷹です。これは立ち木に止めた鷹を渡りという技になります。鷹狩りでは獲物が出た時に鷹を放ちますが、獲物が取れないと鷹は木に止まって鷹城を待つことになります。その時に鷹を拳に呼び戻すため、普段から訓練をしておきます。
また毎日行う訓練として、このような渡りを距離を伸ばしながら行うことによって、鷹に必要な筋力や飛行能力を高める効果もあります。鷹の飛行技術が上がってくると、枝に止まる直前で上昇したりして、止まる場所を変えられるようになります。今決まりました。もう一度挑戦します。以上で学びを終わりにします。それではここで鷹匠